日本埼玉県川口市、川口川口は埼玉県川口市の町名。現行行政地名は川口1丁目から川口6丁目。郵便番号は332-0015。町の範囲は中央地区と横曽根地区をまたいでおり、川口駅の西口とその周辺にあたる。 川口駅の東口と比べて一般住宅が多く企業などは少ない。リプレなど複数の高層マンションが建っている。また町内には川口総合文化センターやキュッポラなどの市の公共施設が立ち並ぶ。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば川口5から11から25の地点で28万9000円。 平方メートルとなっている。ことぶき町、西木町、中町、飯塚町から1974年に成立した。川口の中心街を構成していた町々が合併し、成立したことからこの名がついた。2018年3月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 川口駅、西口ロータリーが町内にあるため多くの路線が運行している。また、川口駅より戸田市川にかけての荒川土手沿いに工場が密集しているため、朝夕を中心に従業員専用の送迎バスが頻繁に乗り入れている。ありがとうございます。